パリ五輪は5日、男子バレーボールの準々決勝を行い、世界ランキング6位の日本は同2位のイタリアに2対3で逆転負けを喫した。五輪では2大会連続の8強敗退。ただ試合後の記念撮影で、選手たちが昨年3月に遺んで亡くなった元日本代表、藤井直信さんと一緒に記念撮影に収まる姿には世界中から感動のメッセージが集まっている。画像。 この一枚はいろんな理由で泣ける。海外メディアの拡散にファンも涙。藤井さんの遺影も加わった日本代表の記念撮影。日本は開始からの2セットを練習しながら、その後3セットを立て続けに落とし敗れた。最終セットではマッチポイントを握りながら壮絶な敗戦。試合後の選手たちは涙を見せた。この日のベンチには藤井さんの遺影が置かれ、 この舞台を目指した盟友と共に戦う覚悟を示していた。試合後の記念撮影には、背番号3のユニフォームを着たこの写真も加わった。バレーボール専門メディアバレーボールワールドは公式 X、旧ツイッターで、日本代表がパリ五輪最後の写真撮影で名を述ぶ藤井に敬意を表する、としてこの場面を拡散した。